なみこ、こんばんは。中野ちゃん、こんばんは。ほうきち、こんばんは。皆さん、こんばんは。キーンズのショールームのお時間です。今日のショールームは私です。よいしょ。今日もショールームは15分くらいなんですけど、めっちゃ星来てるこのわーって来るのめっちゃ気になる。何なんだろうありがとう。今日も15分くらいなんですけれども、この後ミクちゃんにまた移動しまして配信があるので、そちらの方も続けてみてね。ゆえさん、こんばんは。やっほー。きらめく服変わってる。うん、さすがにね、一日に何度も配信する時はね、着替えたいよね。そう、今日はちょっと夜の配信に向けて髪結ぼう配信髪結ぶ配信きらめく可愛いですね、ありがとう。はいはいとか言うて、髪を結ぼうと思ってたんだけど、髪を巻いたところで力尽きて、ブログを書き始めちゃったからやばいと思って、髪結ぶ配信。中野ちゃん、雨大丈夫だった？うん、私はお家にいたけど雷はすごかったね。ゴロッゴロすごい音してましたね、雷は。びっくり。ゆえさん、30秒経つと星15入るから、その分にしてもさ、なんかさ、すごいポロン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 じゃなくてさ、うわーって流れ星みたいに来るの、びっくり。あ、リンゴの誕生日の時も見たな、あのうわーっていう星、すごっ。その分一気投げとかできるようになったのかな、分からん。ショールーム最近知らん。いいよ。ちなみにオンリーファイブありがとう。いえ、こちらこそありがとうございます。ちなみに昼配信の後なんか食べたの？昼配信の後さ、オンリーファイブ撮る、ブログ書く、いろいろ SNS やるってかとか言ってたのに寝てた。配信終わるじゃん、でこのソファーでさ、こうなって、あ、ミヤネ屋始まったなぐらいまで覚えて、2時まで覚えて、あ、ミヤネ屋始まったなみたいな寝てた。ゆえさん、ギガでいいみたいな雷、うん、めっちゃゴロゴロしてた。もう雷が鳴るたびに、なんかどっかの何かしらの神が怒ってらっしゃるんだろうなって思って生きてる。スキャットマンさん、こんばんは。スキャットマンさんが専用のツールでやってくれてるんだ、星部は。すごい、ありがとう。ちょっとスヤしてた、スヤしてたんだけど、なんかちょくちょく起きてたの。1時間ごとぐらいに、あ、まだ3時か、あ、4時か、あの再放送ドラマに切り替えよう、あ、5時かみたいな、めっちゃ寝てた。寝ながら、寝たりオンリーファイブ書いたりしてた。起きるたびに時間見た、何時だからオンファイ書いて、ブログ書いて、あ、オンリーファイブ撮りたいな、かいうちにないな起きたり寝たりしてた。4時間すぎやよ。きらみこ、雷よりセミの死んだふりの方が、いや、さっきさ、私オンリーファイブ結構し明るい時は外で撮ってるんだけど、ベランダで、今日も2枚ぐらいベランダで撮ったんですけど、なんか、窓を開けた瞬間、私がもう出たの、さっきちょうど、もう今雷止んでるんだけど、うちの周り超さっきだから、あー、もう雨止んでる、やったーと思って、窓を開けた瞬間、めん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 、みたいな、うるさーと思って、窓1枚、うちの窓結構有能なんじゃないっていうぐらい、開けた瞬間うるささがすごかった。今も多分止めたら超鳴ってんじゃない？夏を感じるね、このセミの音で。いよいよ、セミの音しばし。
いいね、良くないけどいいね。音だけ聞く分にはさ良くない音だけ聞く分にはさいいけどさ、やっぱり近くには行きたくないよねセミって。入ってるかな。ゆえさんうとうと眠りしてた。きらめこ防音、防音性高いだけど高い中でもここまで聞こえるっていうセミすごいね。後でみくちゃんの前に前髪切ろう絶対。ほうきち聞こえるでしょ。きらめこ夏、うん、やっぱでも夕方のさ日暮らしっていうのはなか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 なってな聞くと余計感じるよね。スキャットマンさんライト、ライト正解みたいな意味、正解の意味の方のライトだってる。ひえさんセミは夏バテシェアーズか。ほんとね、セミはもう夏に生きてる生き物だもんね。ひらめこかわいいツイの、そうツインテール。ほうきちガキの頃はよくセミ捕まえた。何が楽しかった。ほんとなんでちっちゃい頃ってさ虫集めてんだろう。私虫セミ本体ではないけど抜け殻とかすごい、あでもセミは苦手だったな。ダンゴムシとかダンゴムシハンターだったけど、何が楽しかったんだろうダンゴムシを集める。もう今考えるとおぞましい、鳥肌立つんだけどダンゴムシハンターなんでしてたんだろう。ひらめこゆりはセミ捕まえられ、無理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 、絶対無理、絶対セミは無理。なんか泣くやつやだかも、カエルとかも泣かれるとビビるってなっちゃう。その分さクワガタとかは泣かないじゃんって感じだからまだいいよ。泣くのはやだ。ゆえさん俺だったら暑いからまだ土の中に。まあね、あの人たちはさ何年もさ土の中にいてさ生まれたーみたいな感じじゃん。生まれたらいいのか、何いや外だ、来た来たぜ来たぜイエーイみたいなテンションで泣いてるんでしょ。すごいよね。そりゃまあわかるけど、そりゃまあ何年もさ土の中にいてさ外来たイエーイ7日間しかないイエーイみたいなさ気持ちはわかるけどさ。ちなみに爬虫類虫とかは無理ですね基本は。一人だったら絶対やだ。番組とかなんか全員でいる時とかにどうしても誰かが退治しなきゃいけないってなったらはいってやるしかねえと思ってやるけど、一人とかなんか何の用事もないのに触りたくない。虫触るんだったらなんかちゃんと動画を誰かに撮っておいてほしい。ちょっと撮っといてみたいな虫触ったわって載せるから撮っといてみたいな言いたい。ちゃんとね企画性、企画でやりたいよね。ゲテモノとかもね、なんか面白いことするんだったら絶対ツイッターとかのネタに話題にしたいって思って生きてます。大事じゃない結構それって、大事だと思うの私。アイドルだしね、 SNS やってる身としてね。きらめこ番組とかならできるん、できる、うん、やるできるっていうかやる。やっぱさ目立ちたいしさ、目立ちたい欲はあるからさやりますよ、やりますけれども、でもまあ逆に目立つんだったらやりたい。メンバーの誰かがやってくださいとかだったら何でも率先してやりたい。バンジージャンプとか、多分バンジージャンプとかはこうさ泣いたりして可愛いのがさもしかしたらなんか求められてるのかもしれないけど、多分私は潔く飛んでしまう。行くわっつって高いとこ好きだからね私。絶叫苦手だから、でもどうなんだろう、絶叫苦手だけどバンジージャンプってできるのかな。でも絶叫みたいにさ自分の力じゃないじゃないじゃないから自分の力で飛ぶからいけそう。絶叫ってなんかさすごいさ予期せぬ出来事起きるじゃんえーみたいな、まだあるみたいな、
から無理だけど、ジェットコースターとか嫌い。チンタオこんばんは、やっほー、かなちやっほーやっほー、お久しぶりです。キリンズはただいまミクチャにてアットジャムのイベントに参加してます。ショールームはね毎日15分くらいしかその期間はできないんですけれども、よろしければミクチャの方のチェックをお願いします。スキャットマンさん、ほう、ジェットコースターは嫌いだけどバンジージャンプはしてみたいなって思う。モキチ、バンジーは思い切りだけの気がする。やったことないけど。やったことないんかい。きらめこ、絶叫系は強制だけどバンジーは自分で行かないと。確かにバンジー無理な人は多分そこが無理なんだろうね。私逆に自分の力でのほうがいい。人にやられるともうなんかこれやろってなっちゃう。やめろみたいな。かなちおひさ、おひさん、若男さん、こんにちは。初見さんありがとうございます。キュインズというアイドルグループの立花ゆりと申します。よろしくお願いします。現在キュインズはミクチャにてイベント参加中です。皆さん応援ありがとうございます。これからもあと数日応援お願いします。キラミコやめろってなっちゃう。なんか結構さ、メンバーとかさ本番前に緊張するから背中叩いてみたいなのよくやってるんですよ、キュインズのメンバー。私なんか人に叩かれたらやめろってなるから、なんか緊張する時とかも自分で自分の目でバーンやってる。なんか人にされるとやめろって、痛いじゃないかって、痛いじゃないかこの野郎ってなっちゃう。ちょっと鏡ないとダメだから後でやろう。やめろって。ほうきち、吊り橋は平気。多分高いところは平気なんですよ。東京タワーとか大好きだし、六本木ヒルズとか高層ビルとかなんか高いところは大好きだから、おバカだから。チンタはジェットコースター平気だけど高いのダメだからバンジーできねえよ。高いところ平気だけど、まあ、なんか急に揺れるんじゃないみたいな。びっくりしちゃうからね、そこはねちょっとね気を使ってもらおう、あの世の中に。いや、なんかユリは叩かれない、叩いてとも言わないし、いや痛い、痛えよってなるから、痛えよって多分言っちゃうから自分でやってる。マジでやばいなっていう時とかは叩いてもらうけど、しんどいなとか。ゆうくん、やっほー、かわいい、ありがとう。かなちバンジーもスカイダイビングも、そうバンジーもしたいけどスカイダイビングやってみたい。スカイダイビングの方がさ死ぬ確率は高いんだけどさ、スカイダイビングやってみたくない？私やってみたい。なんか頼もしい外人にこう後ろについててもらってでしたい。泣かないで、うーん、刺さらん、取れた。クマさんこんにちは、こんにちは。スキャットマンさん、空港機すら無理だからコースターもバンジーも。そうなんだ、なるほどね。飛行機私乗ったことない、乗ったことないな。飛行機とか多分乗ったら私超楽しいんだろうけど、飛行機も乗ったことないのにスカイダイビングしたいって言ってるわ。あれハングライダーだっけ、なんか空飛んでみたい、飛行機以外で。飛行機は乗ったことないけど謎の恐怖があって、なんか沖縄とか北海道以外は陸路で行きたいなって思ってるんだけど、陸路沖縄とか北海道はさ絶対さ飛行機の方がいいから飛行機で行きたいけど、日本中の中で沖縄北海道以外は陸路で行けたら行きたいなと思ってる。こっちがサンネや。キチモモンガみたいなんでハングライダーじゃない、わかんない、ブーンってやつでしょ。ゆうくん、スカイダイビングが普通に怖い、きっと泣いちゃう。まあね、まあね、ないもんね、あの命綱あるけどないもんね。あ、15分経ったけどあと5分くらいかな。いけいけいけ、
キャットマンさん、うん、新幹線とか、新幹線とかで行きたい。なるべく陸路で行きたい。空飛びたいけど飛行機は怖い。きらみこ、飛行機早くて便利よ。そうね、乗り慣れてたりさ、もう人生長い人は飛行機が楽なんだろうな。もうダメだ、こっちがクソだ、ツインテールがぐちゃぐちゃになってしまった。新幹線でいいかな。基本車でも行けるし、私何時間も車にも乗ってられるから、新幹線かバスとかでいいかな基本。私東京から九州とかはね、九州とか行くのもね、それは飛行機の方が東京からだと早いんかもしれんけど、岡山出身だったから基本的にどこでも車で行けたから、関西西日本は。飛行機乗ったことないし怖い、あんな塊が空を飛ぶとか。そう、襖でそうじゃん、ウシトラの襖が出そうじゃん。落ちたくないじゃん、船も怖いだから。なんかそういうさ、海猿とかにさ影響されがちだからさ、船乗りたくないんよな。海猿見てたらさ、船乗るの嫌にならん？船好きだけど乗りたくないみたいな。クルージングぐらいがいい。あとタイタニック見せたらさ、タイタニックって憧れるけど、あーどうしようかなみたいな。上流階級じゃないからさ、タイタニックに乗ってもきっと下流だし、避難ボートに私は乗せていただけるのかしらみたいな。けどなんかおじいちゃん時間少ないから、そうね、有効に使おう時間は。ツードーヤッホー、ツードーヤッホー、ちんたん飛行機は一番全な。でも確かにさ、新幹線とかってさ、あんま聞かないけどさ、ジャックされるやつ。そうだよね、何回か事件聞くけどさ、飛行機とかはさ、まあ言うてもさ、周到な用意じゃないとさ、飛行機ハイジャックできないじゃん。何をジャックの話をしたんじゃと思うけど、ハイジャックできないじゃん。でも新幹線ってさ、誰でもチケット買って自由席ポンって乗れちゃうからさ、なんか刃物とか振り回されたらアウトだよね。怖っ、超怖いじゃん。スキャットマンさん、 CS でメーデーとか見てたらな。なんでスキャットマンさん括弧の中で喋るの？テレパシー伝えてくる系なの？2度部屋着じゃないよ、部屋着ではないよ、ちゃんと着替えたよ、お家だけど着替え申した。こっちがささった、よいよ。あ、良いんじゃない、良いんじゃないでしょうか。着きました。はい、今日はこのあと19時から20分後ですね。結構時間あるね、時間間違えた。19時からミクチャの方で配信をします。このあとミクチャの配信19時から1時間くらいかな。ぜひショールームはもう終わっちゃうんですけれども、ミクチャの方でこのあとも配信見てください。ゆうくん、飛行機ハイジャックはうちと死ぬかもだから綿密な計画。そうそうだよ、自分も死ぬかもだし、やっぱ乗り込む時もさ、いろいろあるじゃん。新幹線なんてプンじゃん。プンってなれちゃうから。恐怖はあるけどね。ただでも飛行機と違って助かる確率は高そうだよね。だって止まれるじゃん、飛行機も浮いちゃってるから、もう逃げ場が。新幹線も逃げ場ないか。きらみこ、これなんだろう、羽、コウモリ羽の形をしております。きらみこ、うん、どちらにしてもね、そのジャック、なんちゃらジャックにはね、絡まれないようにしましょう。絡まれない、巻き込まれないように行きましょう。というわけでこの後19時からミクチャの配信の方でまたまたお待ちしております。今日もショールームありがとうございました。ミクチャ無料でも見れるので、ぜひまだ見たことないっていう人は見に来てくださいね。以上、ベッドできるアイドルキュインズの立花ゆりでした。バイバーイ。
あとでね。